ありまこんずゆクレーそれでは今回なんですけども、コークオンとスイカモバイルスイカと連携、可能にドリンクチケットがもらえるキャンペーンも開催中ということで、今回はあのコカ・コーラの自動販売機で使えるアプリ、コークオンについてちょっとしたキャンペーンや登録方法などを含めてサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。本日1月の14日からなんとあのコカ・コーラの自販機アプリコークオンで Suica が登録できるようになりました。これまで自動販売機に、まあ、電子マネーの機能がついていれば、まあ、読み取る機能がついていれば Suica やモバイル Suica での決済できていたんですけども、スマホアプリのコークオンとの連携が今回からできるようになります。で、今回はカードタイプの Suica だけではなくて、モバイル Suica でも連携が可能となっています。まあ、後ほど登録 方法院などについては後ほど解説しますもちろんそのままスイカ対応のコカコーラの自動販売機でサクッと決済してしまえば早くてめちゃくちゃ便利なんですけどもこの高校のアプリに連携する理由ですねまあというよりまあちょっとしたメリットを簡単に僕なりにまとめましたまあこちらですねまず丸 ① 番なんですけどもドリンクを購入ごとにこのスタンプが貯まったりで2番は コークオンウォークと言って、まあ、歩いたら一定のラインのような、まあ、ゲームのようなものにちょっと近いんですけども、まあ、ある一定の歩数をクリアしたら、まあ、こちらも同じようにスタンプからもらえます。 ちなみにこのスタンプが貯まると無料のドリンクチケットがもらえるということになりますね。他にも不定期ではあるんですが、このスタンプがもらえる以外のキャンペーンとかたまに行われているので、自動販売機でただジュースを購入するだけではなくて、結構そのエンタメ性を備えているようなアプリにちょっと近いんですよね。まあもちろんドリンクに関しては、まあスーパーとかドラッグストアとかでまあ購入する方が安いという意見もありますが、よくこのコークオン対応の自動販売機利用されている方であれば、このコークオンのアプリ アプリ導入するののもいいのかなと思いますで、今回まあ話戻りまして、高校のアプリに Suica が登録できるようになったことで、ちょっとしたキャンペーンというのも開催されてます。まあ大きく3つありまして、まず1つ目なんですけども、こちらですね。じゃんということで、高校に登録した Suica を使うと、ドリック1本ごと、1本購入ごとに必ずもらえる限定デザインスタンプということですね。まあ確かによく見たらしっかりと Suica のマークが入ってますね。ちょっと可愛いですね。 で、こちらはこのスイカの登録とドリンクの購入をすることで必ずもらえるようになってます。プレゼントの予定日って関しては1週間からまあ10日前後となっています。そして、こちら2つ目ですね。まあ、購入本数に応じて当たるキャンペーンということで、これは高校賞ということなんですけども、2本購入することで、抽選で1万名様に高校のドリンクチケットが当たるキャンペーンとなっています。プレゼントの予定日は2月の21日ということですね。 で、最後3つ目は、6本購入すると、こちらのスイカ賞ということで、スイカのペンギンオリジナルグッズが合計で500名様に当たるキャンペーンとなってます。まあ、A 賞と B 賞分かれてますね。ちなみにこちらの当選日は2月の21日までとなっています。キャンペーンの解説は以上です。で、ここからは実際に広告ンと、まあ、スイカを、まあ、登録、連携する方法なんですけども、これめちゃくちゃ簡単です。 まず、高校のアプリ入れてない方は、インストールから登録まで先に行ってください。そして、高校のアプリをインストール済みの方は、iPhone であれば、App Store、Android であれば、Google Play からアップデートをまず行ってください。そして、インストールやアップデートが終わった段階からお伝えしようと思うんですけども、まず、高校のアプリを開いたら、このようにトップページが出てきます。そして、ここの左上の3本線をタップして、 そしたら色々選ぶ項目が出てくるので、ここのコークオン IC 電子マネー設定というところをタップします。そしたらこのように、まあ登録できる電子マネーの一覧が表示がされます。そしてここの Suica というところをタップします。で s u をタップしたらこんな感じに Core にカードタイプの Suica を登録するか、もしくはモバイル Suica を登録する画面というのが表示されます。 で、僕はカードタイプのスイカ持ってないので、ここのモバイルスイカで登録をしているメールアドレスとパスワードというのを入力します。で、入力が終わったら連携アプリを認証というところをタップして、そしたらこれで Google のアプリとスイカの連携がこれで完了となります。めちゃくちゃ簡単ですね。 ちなみに、今回こちらの、ま、コークオンの、ま、スイカその使えるようなところの自動販売機なんですけども、今出てるように、こんな感じの読み取りパネルっていうのが出ていれば、ここであれば、決済ができますよということですね。ちなみに、こちらのタイプのコカ・コーラの自動販売機では対応していませんので、これはご注意ください。 で、最後に補足なんですけども、僕がもしこのコーク音と連携したスイカを使うときは、メルカリの売上金を使おうかなと思っています。まあ、以前動画でも何回か、ま、紹介したかもしれませんが、まずメルカリで不要品を売って、そこに売上金っていうのがメルペに、こう、簡単にこう、チャージがされるようになります。 そこでモバイル Suica にチャージをして、あとは Suica と連携した高校のアプリで決済をしようかなと思っています。なので、まあもちろん普通の Suica でコカ・コーラの自動販売機で決済してもいいんですけども、まあ使い方によってはちょっとしたまあお得に使うこともできるので、まあこれに関してはご自身でいろんな方法も考えてみてもいいのかなと思っています。 まあそんなことで今回は高校のアプリにスイカが連携できるようになりましたよということについてお伝えさせていただきました。まあ先ほどもお伝えしたんですが基本的に自動販売機のジュースは割かし高いので購入することは僕自身そんなに多くはないんですがやっぱりこう出先で喉乾いたなという時は利用することはやっぱりたまにあります。 まだ高校のアプリ入れてないですよという方がいらっしゃいましたら下の概要欄に登録のリンクを貼っておきます。ちなみに今登録したら初回インストールでスタンプ3個がもらえるので、まあ少しちょっと気になってるなという方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。